美術館のような先生のお宅を後にして50年来ご愛用のボルボでご所有の大杉畑に連れて行っていただきました。早速立派な大杉です。下から見上げるとキノコのお家のよう。大杉は狭い急斜面でたくさんの丸太を収穫するための職人の知恵の結晶なのです。変わってますあれね。で、あれが今度スギ花粉が飛ぶ前のまさに飛ばんと吸うとその状態ですね、うん、先生。ただね、ただこの北山杉は花粉が出ない。あ、そうなんですか。一般的に杉はああいうふうに色になるんですよ。はあはあ、そこからまた花粉飛ばすんですよ。はいはい、北山杉はもうほとんど花粉出ない。出ないのを選んで、これはまた特徴だ。すごいですね。うん、だから、まあ、花粉症の人おるけども、ここのは原則として飛ばない。うんうん、でただね、本番に飛ばんのかという無花粉の杉かということを、その筑波の森林研究所に送って、はい、遺伝子の検査してもらう。はい、ほんならね、絶対飛ばんとは言われんだと。遺伝子上は。なるほど。うん。消花粉やと思うと。少ない花粉やと思うと。だけど、この地域では飛ばへん。また、新しい発見でございます。そうそう。はい。うん。で、花粉を飛ぶということは、交配する可能性があるので、交配を満ちていくと。わかる。専用に努力してるわけです。なるほど、なるほど。純血種を守ると。純血種を作ってるわけです。恐ろしいでしょ。これ言わんやん。これね、3年前に、ね、池の坊がね、買いに行ったんですよ。おう、うん、これ欲しい。はい。でね、どういうふうなところに植え入るのやって聞いたんですよ。ほなね、池の坊の全国大会のね、入り口で使えますんですよ。へー。それはね、総称がね、ここからの映像は美しすぎますので、ご注意ください。